はい、明日はダイナランドに来る人に お伝えします、今日はね12月、26日日曜日です。月火ですね。月火はね確かね半日だけ雨な、半日だけ、雪なんですね。で今日が26日の日曜日の夜ね、今何時だ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、夜の6時17分、まだ雪降っとるんですよ。うん、でこれさ除雪してるじゃん、これ分かります、これまあまあまあ5ミリぐらいですわ、5ミリぐらいで雪がね、固まってる状態なんで、ただね今ねマイナス7度、7度あるんですよ。で明日のね 最高気温もマイナス3度とかじゃなかったかな明日。うん、だからまあその溶けてね水になってそれが凍結するとかそういう風じゃないんでまだマシなんだけど、ただ雪がねなんていうの、まあ、降るだろうから、これね、11時ぐらいにはね止むはずなんですよ。で朝方にかけてまた降り出すのか分からないけど、とりあえず明日のね午前中は雪なんですよ。うん、だからまあ多少ね降るかも、積もるかもしれない しで、あとそのダイナランドってさあんまり勾配が激しいんで、あんまり積もると、まあ、肉でね、チェーン巻いてないかったりすると、車両規制するんでその辺は気をつけてください。でノーマルでね4駆だったら4駆でノーマルとかはね滑るんで、うん、登れないですよね。はい、ということで、ナイターの準備してますね。はい、高須ダイナー中心に、土日月と動画アップしてますんでチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。